services. We've now reached the half hour mark on Radio Thailand's. This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand, for listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。皆さんこんばんは。今日は7月31日土曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。商務省国際貿易振興局 DITP では、ニューノーマルな時代に合わせた形での輸出促進を推し進めています。保健省ではCOVID-19 感染者を助けるため、自宅隔離やコミュニティ隔離といった隔離方法を採用しています。商務省では地方の住民たちの暮らしを支援するため、全国でディスカウント商品を満載した移動販売車を走らせています。ポーランドが開催したオンラインでのイノベーションコンテストで、タイの調査や研究が20の賞を獲得しました。では最初のニュースです。商務省国際貿易振興局 DITP では、ニューノーマルな時代に合わせた形での輸出促進を推し進めています。商務省国際貿易振興局では、インドのムンバイ、ニューデリー、チェンナイ、それにバングラデシュのダッカの4カ所にある海外貿易促進事務所で、南アジア市場においての貿易促進プログラムを実施することにより、今年の最終四半期、ニューノーマルな時代に合わせた形での輸出促進を推し進めています。南アジア市場は、 DITP がこれまでより注目していたタイにとって今後大きく輸出を増やすことのできる可能性を持っている市場の一つです。アジア開発銀行による最近の報告では、この地域の経済成長率は今年 9.5%、 また来年は 6.6% に伸びるだろうと予想されています。このプロジェクトで実施される主な活動としては、オンライン上でのセミナー、ウェビナーを開催し、その後タイの企業家らが9月1日から3日まで南アジアの輸入業者との間で実施するオンラインビジネスマッチングでの交渉相手として、最も適切かつふさわしい輸入業者を選べるよう、彼らの商品を紹介するための新たなプラットフォームを開設することなどが挙げられています。次に、保健省ではCOVID-19 感染者を助けるため、自宅隔離やコミュニティ隔離といった隔離方法を採用しています。保健省では、無症状または症状の軽い COVID-19 感染者をいち早く治療システムに入れるため、自宅隔離やコミュニティ隔離といった方法を取り入れています。
この隔離方法では、医者や看護師が遠隔医療システムを使って毎日2回患者の様子を観察するほか、1日3度の食事も感染者に届けられることになっています。この自宅隔離制度が適用されるのは無症状の感染者で、年齢が60歳以下、一人住まいまたは同居人が一人のみの太っていない人で、自宅隔離に同意した人とされています。次に、商務省では地方の住民たちの暮らしを支援するため、全国でディスカウント商品を満載した移動販売車を走らせています。ジュリン・ラクサナ・ビチット副首相兼商務大臣は、バンコクおよびその周辺地域に住んでいる人たちの生活費負担を和らげるための同省の重要なプロジェクトであるディスカウント商品移動販売車プロジェクトを、この度全国に広めたことを明らかにしました。このプロジェクトは、まず東北部うどん谷県や根県県、それにナコンラチャシマ県の都市部から開始され、その後全国すべての地域に拡大されることになっています。これらの移動販売車は、これまでバンコクおよびその周辺地域の住宅地で米や卵、魚の缶詰、野菜、調理オイル、砂糖、インスタントラーメン、それに調味料や石鹸、洗顔料、ティッシュペーパーなどといった日用必需品をディスカウント価格で販売していました。この移動販売車が出向く場所や日時については、事前にこのプロジェクトのウェブサイトで知らされることになっています。このプロジェクトは、これまでのところ多くの人たちから好評を得ています。次に、ポーランドが開催したオンラインでのイノベーションコンテストで、タイの調査や研究が20の賞を獲得しました。6月22日から24日までポーランドが開催したオンラインイベント、国際イノベーション賞イノベーション2021に、国内8つの機関からの発明家グループを率いて参加した高等教育科学研究イノベーション賞傘下の国立研究室 NRCT が国際的な賞を受賞しました。国立研究室のウィバラット・ディオン室長は、国内においての研究やイノベーションを推進させるに際しての NRCT の重要なミッションの一つとして、タイ人の発明家や研究者が世界的なステージに立てるよう支援するという使命がある旨を明らかにしました。 NRCT では先月、タイの発明家や研究者らを率い、オンラインで開かれたこのコンテストに参加し、金メダル11個と銀メダル8個、それに銅メダル1つを獲得しました。審査員らの関心を集め、金メダルを獲得した研究には、拓真大学の学生たちが発明したモノのインターネット、 IoT とスマートフォン上に表示されるコントロールデバイスを介したシンプルなディスプレイセット付きアルコール分析装置や、キング・モンクット工科大学トンボリ校の教授らが発明した AR 技術を利用したオフィスシンドローム治療向け健康アプリケーションなどが含まれています。この国際イノベーション賞イノベート2021は、今回が第2回目の開催でした。このイベントは、ポーランドの民間機関イノベーティブビジネスソリューション IBS が市場でのイノベーション促進を目的として開催しています。今回のコンテストには、世界16カ国から合わせて195の発明が出展されました。今日お伝えしたニュースは次の通りです。商務省国際貿易振興局 DITP では、ニューノーマルな時代に合わせた形での輸出促進を推し進めています。保健省では、 COVID-19 感染者を助けるため、自宅隔離やコミュニティ隔離といった隔離方法を採用しています。商務省では、地方の住民たちの暮らしを支援するため、全国でディスカウント商品を満載した移動販売車を走らせています。
ポーランドが開催したオンラインでのイノベーションコンテストで、タイの調査や研究が20の賞を獲得しました。続いてニュース展望です。今日は汚職との戦いに対し、国家警察と国家汚職防止委員会 NACC が協力というニュース展望をお伝えします。国家警察と国家汚職防止委員会 NACC が去る2018年から施行されている汚職防止関連法に沿った活動を取るための協力に関する覚書を交わしました。この覚書は今月23日、国家警察のスワット・チェン・ヨードスク本部長と NACC のワラビット・スクブン事務局長との間で交わされました。この覚書締結は2017年憲法にとってまとめられ、2018年の7月22日から施行されているこの関連法の下での汚職との戦いに際し、国家警察と NACC との協力をより強化させることを目的としています。この覚書の下、これら2つの機関は汚職情報に関する情報を共有するため、双方のデータベースをリンクさせることになります。双方はまた今後、人材開発や知識・情報の交換、それに汚職取締りに関する能力や技量の開発に関しての協力も行う意向です。国家警察のスワット本部長と NACC のワチャラポン・プラサン・ダーチャキット委員長はこの機会に、首都圏にある88カ所の警察署を中心に、誠実性及び透明性評価ITA プログラムに関しても互いに協力を進めたい旨を表明しました。 ITA は汚職を防止するとともに、国家スケールでのグッドガバナンスを促進させ、さまざまな機関のパフォーマンスを向上させるために開発された道具です。この道具は腐敗に対して取り組んでいる国際非政府組織トランスペアレンシー・インターナショナルが毎年発表している腐敗認識指数でのタイのスコア改善に役立つものと期待されています。今日は汚職との戦いに際し、国家警察と国家汚職防止委員会 NACC が協力というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.